はい、菅原拓也です。ご職業は、プロレスラーです。嫌いな色。嫌いな色、うん、これは着たくないなとかね、これは避けてるとか、ちょっと翔馬さんの前で言いづらいですけど、うん、はい、それは何だ。強すぎる色、なんて言うんですかね、その全て黒になってしまうので。はい、じゃあもうここでやめましょう。すみません、ちょっとごめんなさい、ごめんなさい、すみません。尊敬するレスラー、もしくは憧れ、目標とするレスラーは、自分の団体の長である、うん、はい、大谷慎二君と、はい、田中将人です。やっぱり、ね、2人はやっぱ共通して、俺も今言えることは、はい、薄いよね。はい、薄い2人ともちょっと薄くなってきたっていうのが、やっぱ2人共通するところかなっていう俺の印象ですけども、ね。でもやっぱゼロワンを代表するレスラーなんで、はい、はい、とてもいつも最前線で、あのやっぱりその先輩をこう見習う、目標にするっていうのは非常に大切だと思うんで、はい、トークの方は気をつけてください。トーク苦手な先輩、嫌いな先輩、なんかこいつはもう絶対にあのもうライバル関係で譲れないというんですよ。でもいや、こいつだけは、これもだけは同期で同日入門した、あら、今フリーなんですけど、はい、近藤修司という選手がいまして、あ、近藤、はい、はいはい、とても尊敬してるんですけど、はいはい、はい、彼には負けたくないなと。あ、同日入門、はい、そうなんです。ってことはどこでデビューしたの。僕はメキシコです。あ、メキシコなの。はい、メキシコ人だ。ええ、日本人です。日本人です。はい、メキシコで2人ともデビューしてるの。メキシコで、はい、ウルティモドラゴンだったから。そうです、僕の師匠は、はい、ウルティモドラゴンです。あ、そうなんだ、はい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 、なるほど、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。よし、ありがとうございます。